遥か遠く、ノゼリアと呼ばれる大地。そこには三つの国があった。ノゼリア大河に面し、船での交易に長けたグリンブルク王国。鉄を産し、雪と氷に閉ざされたエスフロスト公国。そして人々の生活に欠かせぬ塩が唯一取れる砂漠の国、聖ハイサンド大峡谷。これら三国は限りある資源をめぐり争い合うのが常であった。塩と鉄とを奪い合う小競り合いは、ついに煙鉄大戦と呼ばれる大戦争に発展し、大陸全土を巻き込んだ消耗戦となり、おびただしい数の死傷者を出した。戦に疲弊した三国は停戦、中立な立場を取るノゼリア商会を介して塩と鉄を売買する協定が結ばれ、ノゼリアはようやく平和を享受することとなった。そして30年の時が過ぎ、グリンブルク王国の領主で王に次ぐ武力を持つ名門ウォルホート家とエスフロスト公国の間に新たな縁が結ばれようとしていた。おはようございます。若様、この度はおめでとうございます。これでウォルフォート領も安泰ですね。今日いらっしゃるんですよね。俺たちも歓迎の準備をして待ってますから。ありがとう。みな、これからもよろしく頼む。若様、セレノワ様。やはり町においででしたか。ベネディクト、領民たちにすっかり噂が広まっているようだ。エラドールが喜んで触れ回っているのです。後で叱っておきます。この件は我がウォルホート家だけでなく、グリンブルク王国にとっても大事だ。だが隠すことでもあるまい。しかし若様、お相手の執事は。事情は聞いた。それがどれほどの意味を持つのかまだわからないが、皆が喜び期待してくれている。私は時代の領主としてしっかりと受け止め応えたいと思う。お覚悟は分かりました。私も執事として全力でお支えいたします。父上の懐刀であるお前がいてくれれば心強い。よろしく頼む。ではそろそろ港に向かいましょう。もう予定の時間にはまだ間があるはずだが。先日の雨で川はかなり増水しています。加えて風向きを考慮するとエスフロストの船は予定より早く到着するものかと。さすがだな。遅れては失礼だ。出発しよう。
ご苦労でした。船は戻って結構ですよ。しかしお迎えがまだのようですが。すぐにいらっしゃるでしょう。誠実で真面目な方だと聞いてますから。わかりました。フレデリカ様、どうか末永くお幸せに。ありがとう。エスフロスト公国のためにも努力します。兄グスタドルフ総帥にもそう報告をお願いしますね。はっ、ジーラ殿、あとは頼みます。はい、お任せを。到着してよかったわ。ようやく一息つけますね、フレデリカ。でもちょっと早く着きすぎたかしら。遅れるよりは良いでしょう。これは国の大事、初対面で失礼があってはなりませんから。固いわね。第一印象は重要ですよ。気分転換に少しあたりを見て回らない？そうですね。好きにできるのも最後かもしれない。ローゼル族の血を引く私に自由を与えてくれる方などいるはずがありませんから。そのペンダント持ってきたのね。もちろん母のたった一つの形見ですから。ゴッな、あはっは、感謝するぜ、エスフロストのお姫さん。邪魔な護衛が乗った船を返してくれるとはな。噂を聞いて待ち伏せた甲斐があったぜ。風が吹いてるぜ、親父。いい稼ぎになりそうだ。あなたたちは盗賊？下がって、フレデリカ。狙いはあなたよ。私たちをどうする気です？なーに、ちょっと人質になってもらうのよ。エスフロストとウォルホート家、金持ちどもからたっぷり身の代金をいただくためにな。けどその髪の色、あんたローゼル族だな。もう一人の女はハイサンドの人間みたいだし、親父ひょっとして人違いじゃないのか？え？乗ってた船はエスフロストの軍船だったぞ。無礼な、私は間違いなく。どわ！盗賊ども、寄ってたかって女性を襲うとは恥を知れ。てめえ何者だ？
降伏しろ。今投降すれば手荒な真似はしない。立場が分かってないようだな。手荒な真似をされるのはお前たちだ。そっちこそおとなしく従えば命だけは助けてやるぜ。話しても無駄か。はい、道理が通じる相手ではなさそうです。ごちゃごちゃ言ってねえで観念しやがれ。この俺トラビスと娘のトリッシュ、大盗賊団トラビス一家に出会ったのが運の尽きよ。どくせい邪魔者をやっちまえ。若様、実戦ですぞ。お二方は下がってください。いいえ、私も戦います。こうなったのは私の油断が原因です。戦わせてください。しかし私は魔法の教師、そして彼女はとても優秀な生徒です。足手まといにはなりません。わかりました。では援護を頼みます。承知しました。ずいぶん賑やかだな。俺も加えてもらおうか。あなたがどうしてここへ。話は後だ。まずは賊を蹴散らすぞ。人数が増えたがどうってことはねえ。俺たちの恐ろしさを教えてやれ。威勢の良さは立派だが、どうなさいますか、若様。遠慮は無用。ウォルホート領内で悪党の好きにはさせない。この方々は一体。行くぞ、ベネディクト。堂々と喧嘩を売られるとは、トラビス一家も舐められたもんだ。よっしゃ、行くか。お前らも続け。手柄を立てれば褒美は出すぞ。無法は許さない。覚悟しろ、賊たちよ。ウォルホートの名にかけて。私たちにケチつけようってんだね。行きがってんじゃないよ。トリッシュ様のお通りだ。稼ぎの邪魔をするんじゃないよ。そこ。この地で無法者がのさばれると思わぬことです。昇竜の糸口は勝利のために。行くぞ。どうだ友よ、倒した数を競ってみないか。危険な真似はおやめください。お父上に何と申し上げてよいか。ただ者ではない。この方々は。
大丈夫。落ち着いて戦えば勝機はあるはずよ。回復はお任せを。身に降りかかる火の粉は自分で払います。争いを収めるために。焼き尽くします。俺の番ってわけか。負けられない。手応えあり。采配です。行くぞ。回復はお任せを。甘く見ましたね。情けは禁物です。勝利のために。私の出番だね。争いを収めるために。私の魔法で。よっしゃ、行くか。出番だな。さあ、行こう。受けてるよ。どう攻めるか。厳しいですね。これで傷を。トリッシュ様のお通りだ。行きます。もらうぞ。うわっ。それしかないか。受けてるよ。良き采配です。勝利への糸口はここです。ガラ空きだ。冷静に行きましょう。これで傷反射です。終わらせましょう。私の魔法で。行くぞ。この技ならば俺の番ってわけか。最善の手を。引き上げた。やった。慎重に。受けてるよ。戦略勝ちです。やった。どこ見てんだ。冷静に行きましょう。傷を癒す。助かった。
学んだ力、今こそ。どうする？もらうぞ。さあ、行こう。とどめ！皆を導くために。勝利への糸口は。王政に転じます。学ばせていただきました。回復はお任せを。回復します。争いを収めるために。炎よ、俺の番ってわけ。一番いいてぇぞ。私の出番だね。勝つぞ。逃さん。情けは禁物です。私も定石に従ったまでです。世のためにどこから攻めるか。いいところに。厳しいですね。これで傷を。希望への一歩です。行きます。やはりそうでしたか。勝つぞ。この技ならば。油断。そりゃ情けは禁物です。支えなく助かる。さあ行こう。意味がなかったですね。やった。でも怖いですね。回復します。行きます。焼き尽くします。まだいける。俺は困難から逃げない。私の出番だね。ウォルホートの名にかけて終わりだ。いいところに。な、嘘だろ。くそ。どう攻めるか。油断は禁物です。回復します。行きます。やってくれるな。もらうぞ。最善の手を。さあ行こう。冷静に行きましょう。回復します。ありがとうございます。俺は負けん。終わらせましょう。よし行くよ。どこから攻めるか。勝利への糸口は。王政に助けます。出番だな。この技ならば。学んだ力、今こそ。私のできることを。傷を癒す。ありがとう。トリス様のお通りだ。さあ行こう。
最善の手を。王政に転じます。行くぞ。逃さない。見たか。受けられない。焼き尽くします。冷静に行きましょう。これで傷反射です。負けられない。覚えてろよ、この野郎。思い出した。親父、こいつは漁師の一人息子だ。何？ウォルホート家の後継ぎか。この方が。くそ、迎えに来るのが早すぎるだろう。とにかくずらかれ、相手が悪い。小悪党にしては悪くない引き際だ。我が領地を荒らす無法者です。この場で捕らえたかったが。お前の妻となる人が無事だった。それでいいじゃないか。妻となる人？賊に狙われていたことに気づかずご迷惑をおかけしました。ご挨拶が遅れました。こたびの盟約に従いエスフロスト公国より参りましたフレデリカです。本日よりあなたの妻としてウォルホート家に入らせていただきます。あなたがフレデリカ様だったのですね。失礼いたしました。挨拶もせずに一緒に戦ったのか。初めての共同作業が盗賊退治とは、頼もしい夫婦になりそうだ。ロラン様！こんなところにいたんですね。探しました。ロラン様、また城を抜け出してきたのですね。親友の伴侶がお越しと聞いて、いても立ってもいられなくてな。お気持ちはありがたいですが、レグナ王に何とお伝えすればよいか。父上は俺の心配なんてしないさ。けど親衛隊のヒューエットには小言を言われそうだ。そろそろ王都に帰るとしよう。麗しき薄紅色髪の姫よ、彼がいれば安心です。婚礼の式典を楽しみにしていますよ。ではこれにて。指輪にグリンブルク王家の紋章が入っていた。あの方はもしや。そう、グリンブルク国王レグナ様の第二王子ロラン様です。領主の若様と王子が盗賊相手に立ち回るなんて面白い国ね。フレデリカ、彼女はジーラ、私の良き教師で次女です。音に聞くウォルホートの立ち裁き、直に拝見できて光栄でしたわ。フレデリカ様、改めてご挨拶いたします。私がセレノア・ウォルホートです。この者は我が家の執事ベネディクト。セレノア様の補佐役を務めております
お見知りおきを。ようこそウォルホート家へ。家を代表し、心よりあなた方を歓迎します。セレノア様、私の髪の色、驚かれたのではありませんか？先ほどの気丈な振る舞いは見事でした。髪の色より大切なのはあなたがどんな方かです。お恥ずかしい、出過ぎた真似をいたしました。とんでもない。武家としてもあなたの力は頼もしい限りだ。私はエスフロストから出ずに育った世間知らずです。ご期待に添えるよう努力いたします。世間知らずというなら私も似たようなものですよ。共に学び成長していきましょう。はい。これよりウォルホート城へご案内いたします。皆が待っていますよ、フレデリカ様。はい、よろしくお願いいたします。セレノアとフレデリカ、二人の婚姻は塩を持たざるグリンブルクとエスフロスト、両国の同盟強化を狙った政略結婚である。これは大戦終結後もなお続く聖ハイサンド大教国による塩の独占に対するささやかな牽制に過ぎないはずだった。だがこの婚姻がノゼリア全土を巻き込む大乱の幕開けであることをまだ誰も知らなかった。パトリエト、ロランはどこへ行った？共に来賓を迎えるよう言いつけたはずだが。それが親衛隊を振り切ってどこかに出かけてしまったそうです。ロラン王子のわがままには我々も手を焼かされている次第でして。まったく、いつまでも子供のように。もういい、私一人で応対する。フラニ王子、来賓の皆様がご到着されました。初めて会う者もいる。クラレス、最新の情報を聞かせてくれ。かしこまりました。あちらの女性がアブローラ将軍です。変哲大戦の名将、腐敗の鉄拳の力と知略を受け継いだ最強の武人との呼び名も高い。今回の武闘大会では創世マクスウェル様と並んで優勝候補と目されています。
聖ハイサンド大峡谷からは七聖人の一角マーシャル家のエグスアム殿がお見えです。エグスアム殿は最近七聖人に加わった新顔です。軍の指揮を任され飛ぶ鳥を落とす勢いとか。希代の将軍と大峡谷の神聖か。覚えておかねばならんな。この者は知っている。同じく七聖人のエンデケ・ソルスレイ殿だな。はい、潮の管理を司るハイサンドの重鎮です。しかし近頃はエグスアム殿に恐れ気味のようで。教皇のもと一枚岩に見えるハイサンドにもいろいろ軋轢があるわけか。助かったぞクラリス。さすがは三国の流通を牛耳るノゼリア商会だ。舞踏大会の賭けの胴元を任せていただいた以上、出場者の情報は把握しておきませんと。王子、エスフロスト現総帥の妹子と弟子、エリカ殿とタラース殿がいらっしゃいました。グスタドルフ総帥の代理として三国共同採掘の記念式典に参加されます。タラース殿は最小に任じられたそうで、今やエスフロスト第2位の要人です。グスタドルフ総帥は自由を重んじると聞いた。結局身内を贔屓するようだな。王子、かの国の軍備は侮れませんぞ。くれぐれも失礼のないようお願いいたします。わかったよ。エスフロストの本家筋とことを構えても影響はないからな。ようこそグリンブルク。グリンブルク第一王子フラニである。明日の式典をどうか楽しんでもらいたい。記念すべき我らの取り組みを共に祝いましょう。もっとも舞踏大会に出場なさる方々はそちらの方が重要かもしれませんが、まずは式典と大会の舞台となるホワイトホルム城をご案内しましょう。ご機嫌ですね、ロラン王子。ああ、ヒュエット。今戻った。聞きましたよ。またウォルホート領に行かれていたそうですね。ちょっとやぶようでな。お前を巻いて悪かった。なぜ私をお連れくださらないのですか。王家の親衛隊を何だと思いです。自分の身くらい自分で守るさ。それに俺は第二王子だ。たとえ何かあっても父上も兄も誰も困らない。妹のコーデリアだって俺よりしっかり者だしな。私は大いに困ります。私の主はなのですから。ヒュエット、すまなかった。勝手に抜け出すのは慎む。そうしていただきます。そういえば明日の舞踏大会にもウォルホート家と共に参加しようと企まれているそうですね。お前どうしてそれを。レグナ王から伺いました。くれぐれも問題を起こさぬようにとのことです。ちっ、全部お見通しか。私も一緒に参加いたします。もう王子から離れませんからね。
わかった。好きにしろ。